ください。この動画は前回の覚王山日体寺をオズモポケットで撮影した動画の続きで、日体寺境内の縁日の様子をアルファ6400とパイロットフライプロペラーで撮影した動画です。お店が出店していました。人は多いですが、境内はとても広いので参道より人で混雑している感じはなく歩きやすいです。霊場ができたのは明治42年19098月から大正の初めに及ぶ巡礼コースは、元は札幡順に並んでいたが、日体寺本堂、霊堂、納骨堂などの新開築と姫が池から自由が丘を抜ける道の拡幅工事のため、札所の数の4割もが小移動あるいは大移動している。
上限ありのコインパーキングが数箇所あります。おしゃれな外観の雑貨屋さんを見つけました。駐車場の壁面にアートっぽい落書きを見て思わずと言ってしまった。までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくね。